はい、こんにちは、トムです。今回は増白点のね、ギミックが判明されましたんで、まあ見ていこうかなと思います。それがこちら、重力地雷の貫通制限ですね。じゃあ反射制限ですね。はい。で、一部の敵は地雷でダメージアップ、弱点効果アップなし。じゃあ弱点効果アップ、そして増白点の弱点なしとなっております。想定外ですね。あのさ、パワー型のキャラクターが、4体以上でクリアせよっていうミッションあるじゃん。だから、甘露寺が大活躍しつつ、そして炭治郎&禰豆子も活躍するようなクエストになるっていう考えると、ギミックは転送壁だけなのかなと思っていたら、まさかの重力地雷で甘露寺が完全に封じられたんで、個人的にびっくりしましたね。で、ギミックが割とわけわかんないこと書いてるよね。まあ弱点効果アップで増白点の弱点なし。え、なぜってなるかもしんないけど、まあ、とりあえずね、鬼滅の刃っていうアニメを見たことある方はわかると思うんですけども、多分なんだけど、これは、ケセドみたいなクエストになるんじゃないのかなと思ってるんですよね。ケセドのクエストは、ケセドと、こういう化け物が出てくるんですけども、ケセドに攻撃するのではなくて、この化け物に対して殴って火力を出すようなステージじゃないですか。多分なんだけど、増白点の、原作通りで考えると、ケセド方式が、まあ、濃厚なんじゃないのかなと思っています。だから、まあ、クエストに、まあ、増白点と反転区が出てきて、増白点に対して殴るのではなくて、反転区を殴って、しっかりとボスに火力を伸ばしていくような感じになるんじゃないのかなと僕は思っています。まあ、多分ね、原作的に考えると、そのような感じになるのが濃厚なんじゃないのかなと思っています。はい、とりあえずね、まず周回の方で見ていきましょう。重力地雷の貫通です。はい。これのガチャ弦で見ていきましょう。まずね、僕が一番強いなと思ったのが、ノンノアルファですかね。重力枚数を持っています。そして、まあ、バイタルキラー M 持ちの8ターンで出てる弱点ヒットに大ダメージ系の SS です。この SS ね、めちゃくちゃ強いんですよね。ですよね、もしかしたらノンノアルファが個人的に最適性をもらえるんじゃないのかなと思っています。まあ、最近出た、まあ、重心区界のキャラクターですし、まあ、売りに行くっていうことを考えると、ノンノアルファをね、最適性として使ってくるのかなと僕は思っています。まあ、全体貫通分裂弾という友情コンボは強いですし、友情コンボでの活躍も考えると、まあ、ノンノアルファが最適として考えるのが、まあ、一番濃厚なんじゃないのかなって僕は思っています。しかも、クエストは、弱点ヒット、弱点ヒットの効果がアップされているので、まあ、ノンノアルファの SS が結構噛み合ってるんですよね。まあ、ノンノアルファが、まあ、最適として考えるのが一番いいのかなって僕は思っています。で、その次が、まあ、アレスですよね。まあ、謎になんか実装されたキャラクターなんですけども、まあ、このキャラクターの SS がめちゃくちゃ強いんですよ。まあ、一応ワンパンとかも狙えるようなキャラクターなんで、まあ、このキャラクターがもしかしたら最適性として考えられるのかなと思っています。ただ、このキャラクターは1体しか編成できないので注意してください。うん。なので、まあ、1体しか入れれないから、間違ってアレスを2体目、3体目とか厳選しないように注意してくださいね。はい。そしてパワー型ミッションにもアレスはね結構適応しているので、まあしっかりとね活躍できるんじゃない、ミッションに対しても活躍できるんじゃないのかなって僕は思っています。で、次がジキル&ハイドですね。重力バレーと超マインスイーパー M を持っています。まあ連撃キラー EL は結構ね、地雷を持ってダメージを出す系なので、まあ連撃キラー EL は結構ね活用するのは難しいかと思いますけども、まあ一応使えるかなと思います。まあちょっとね使いにくいかもしんないけど、まあ一応使えるようなキャラクターとなっておりますね。まあ戦型が異なるキャラが2体以上なんで、まあノンノアルファと組み合わせとしてもしっかりと使えるかなと思います。まあ一応ジキル&ハイドは使えるかな。はい。で、次はクフーリンですね。超重力バリアに超マインスイーパー EL を持っています。このキャラクターの SS の倍率が結構高かった印象はあるんですよね。確かなんかメメントミでめちゃくちゃ活躍していたキャラクターの印象があります。まあ地雷でダメージアップのクエストなんで、まあ超マインスイーパー EL がだいぶ活躍するんじゃないのかな。まあこのキャラクターは工場キャラの中では一番強いんじゃねえのかなって個人的に思っています。それ以外ですと、ちはやですよね。超重力バリアに超マインスイーパー M、そして重力バリアキラー M を持っています。まあ重力バリアをまとっていなければ、まああんまり強くないですけども、重力バリアをまとっていればめちゃくちゃ強いようなキャラクターとなっております。なのでクエストを見てみないとわからないですよね。まあ天魔の古城5みたいにまとっていなければちょっとちはやは使いにくいなって僕は思っています。はい、それでは重力地雷の光属性、まあ光属性のミッションの方を見ていきましょう。まずはこちらですね。はい、
1体目ねずこ&ちゃん、ねずこ&炭治郎、まあ一番強いかなと思います。うん、まあ一応ね、ギミック対応しておりますし、パワーオーラというギミックを持っています。そして前提調教毒メテオがあるので、オーデンタと活用するときに一番いいキャラクターなんですよね。だからもしかしたら、炭治郎&デンズコ1のオーデンタ1が、じゃあオーデンタ3が最適性という可能性があり、ま、あるんかなと思っています。はい、まあこのキャラクターの、このキャラクターが、まあこのキャラクター2体がまあ一番活躍するんじゃないのかな。で、最近登場したアルファキャラクターのアルセーヌアルファとなっております。まあこのキャラクターもまあ結構ね強い印象があるんですよね。まあ重力バリアキラーが刺されば結構強いですし、ファーストキラーも刺されば強いですよね。うん、まあアルセーヌアルファもね、そろそろここで活躍するんじゃないのかなと思っています。で、時点でアンバーですね。はい、まあ、超重力バリアに超マイスイーパーエルを持ってるんで、まあしっかりと活躍できるんじゃないのかなと思っています。で、無課金枠ですと、まあ、一番強いのはラウドラなんじゃないのかな。一応追憶の書庫にいますし、まあ、ラウドラを活用してなんか、まあ、無課金者は頑張ってくださいねって感じなのかなと思います。まあ、今からエンプレイラーっていうキャラクターも頑張って取ってみるのもありかなと思うんですけども、まあ、もしもねゲットできないのであれば、ラウドラを使って頑張って頑張ってくださいっていう感じなのかなと思います。はい、まあ、ラウドラはね結構情報修正されて強くなったんで、まあ、ラウドラが、まあ、無課金枠で一番強いんじゃないのかなと思います。で、次パワー型のキャラクターのみで見ていきましょう。これもねまあまあ狭いんすよ。うん、まあ無課金枠ですと、まあラウドラですよね。いや、ラウドラがもしまさかの2つのミッションに適応してると、うん、まあラウドラはね、もしも作っていないのであれば作ってもいいんじゃないかなと思っています。で、2体目の無課金枠はまあこいつですね。はい、まあでもこいつ使うぐらいだったらラウドラの方がいいよね。はい、で3体目は、まあ、持っていればですけども、東堂葵。はい、まあ一応超マイスイーパーあるので、まあ地雷でダメージアップのクエストだから、まあ結構活躍するんじゃないのかなと思っています。で、まあパワー型3体なので、まあアレス、はい、まあ最初も言ったんですけども、アレスが結構ね強いんじゃないのかなと思います。まあアレスはね、まあワンパンとかも狙えますし、まあミッションでも結構活躍するんじゃないのかな。で、まあちはや、まあさっきも言った通り、まあ重力バリアをまとっていれば強いかなと思います。で、工場ですとヌボコ、うん、まあ加速友情コンボを持っていますので、まあもしかしたら結構活躍するかもしれない。うん、正直言うことほぼほぼないんだよね。言うことあんまりないから、まあここまでするけど、まあ無課金枠ですとウルスラグナとか、あとは光の冒険戦のロシラタもいるけど、なんかそれ使うんだったらラウドラ作った方がいいよね、絶対に。はい、ということでね、一通り見ていったので、周回のガチパ編成とミッションのガチパ編成、まあ、自分のねやつを紹介していこうかなと思います。まず周回のガチパ編成、ノンノアルファにチハヤを2体、この編成でやろうかなと思います。はい、で次ミッションのガチパ編成紹介していこうかな。パワー型4はチハヤさんのアレス1でやろうかなって僕は思っています。で、機械属性は炭治郎&ねずこ1の、オーデンタさんでやろうかなと思います。はい、自分はね今のところ炭治郎&ねずこ持っていないので、まあそれ前にガチャをね引いて、まあ、当てていこうかなと思います。ということで今回は、はい、ということで今回は、まあ増白点の、まあ、ギミックを見てその感想等の動画でした。ということでバイバイ。